おはよう、勇士。やっぱり。あのね、パパ。今日はずっと家にいるんだって。キューブに聞いたぞ。まさか出かけるの？あ、いえ、その。ちゃんといる。当たり前でしょ。キューブ。なんでしょうか。なんでパパにずっと家にいるなんて言ったのよ。すいません。しかしですね、旦那様はお嬢様の年に一度の誕生日をせめて盛大に祝おうと。そんなの嫌な気持ちになるだけでしょ。何と言ったらわかるの。僕じゃなくて旦那様に言ってくださいよ。いいからパパを止めて。 ですがあいにく僕には旦那様に頼まれた買い物がありまして。大丈夫か？はい。ちょっと帰りの方が大変なのに。元気な娘じゃ。失礼じゃ済まないのよ。こんな汚れた服じゃお城に行けないわ。そうよそうよ、いくら子供だからって許されないわよ。やめなさいよ。勇士。子供を引っ込んでなさいよ。うるさいわね。そんな小さな汚れどうだっていいじゃない。そうはいかないわ。これから私たちお城で女王様とお会いするんだから。女王様と？そう、何でも女王様が町の娘と広く会いたいっておっしゃってるそうよ。もしかしたら王子様のお相手をお探しなのかも。ということは王子様もお城に戻られているかもしれないというわけよ。ま、お子ちゃまユーシーちゃんには関係ないことだけど。ユーシー覚えてる？
この町初めてなんだ。はい、すいませんでした。ご迷惑をおかけしてしまって。ううん、気にしないで。でもユーシンさんはすごいです。あんな大人の人と言い合えるなんてかっこいいです。私尊敬しちゃいます。ああ、あれは違うの。実はあの子たちと私同い年なんだ。こう見えても本当は今年で17歳。体は見ての通り10歳のままだけどね。そうなんですか。でもどうして。わからないの。魔女の呪いだって言う人もいるし、神様の怒りだって言う人もいるし、でもとにかく大きくならないの。ねえ、ココルーちゃんは大人になったらしたいことある？大人になったらですか？私は王子様にお礼がしたいんだ。私昔王子様に助けてもらったことがあるの。だから。でも王子様は最近ほとんどお城にいらっしゃらないって噂なんだけどね。お嬢様！お嬢様！旦那様が首をこんなに長くしてお待ちかねですよ。どうしてよ、止めてって言ったのに。無理ですよ、あんな楽しそうに準備されちゃ。もうごめん、そろそろ行かなくちゃ。あの、なんて言っていいかよくわからないですけど、頑張ってください。ありがとう。全部食べるの？残しますと旦那様落ち込みますよ。それでは姫様、宴の準備ができました。あのね、パパ。ん？なんだい？一度ちゃんと話そうと思ってたんだけど、誕生日。誕生日？今年こそちゃんと嫌だって言わなきゃ。ん？よし、さあ、たっぷり食べるぞ。では、いただきます。次の誕生日まで何も食べたくない。偉かったですよ、お嬢様。だってパパ本当に嬉しそうだったし、それに本当の娘じゃない私をここまで育ててくれたんだもん。少しは親孝行しなくちゃ。ジン？こんな夜中にどうしたの？え、恋？ダメですよ、旦那様に叱られますよ。いいの、今日は親孝行したんだから。そんな、したらいいってもんじゃないでしょう。すぐ行くから待ってて。それでは、僕は夜更け鳥の卵を取りに行ってまいります。ああ、いつもすまないね。ヒヤヒヤさせないでくださいよ。ごめん。変わっとらんの。余計なお世話でしょ。
わしが旅に出ている間、ジンの面倒をご苦労じゃったの。ところで、今日の女王との謁見には行ったのか？謁見？偉い人とお会いになることです。ああ、うん、町で聞いた。けど、子供じゃ会ってくれないよ。言っても見ないで何を言ってある？もしかして王子に会えたかもしれんのだぞ。そりゃ、そうだけど。エルスル女王はこの度の謁見でプラチナプリンセス候補を決めるつもりらしいのじゃ。プラチナプリンセス？聞いたことあります。え？エターナルティアラをいただく伝説のプリンセスとか。人間界、天界、魔界、霊界、妖精界、これら5つの世界の魔力が込められ、どんな願いも叶えると言われるエターナルティアラ。そのティアラをいただくのがプラチナプリンセスじゃ。ティアラにふさわしい心が必要とされ、千年に一度しか誕生しないと聞く。どんな願いも。じゃあ、うん、ティアラの魔力をもってすればそなたの呪いも解けるかもしれん。大人になれるの？改めて近くで見るとすごいね。エルセルといえばここら辺では一番大きな国ですからね。ん？どうしたんだろう。どうしたの？勇士、どうしたもこうしたもないわよ。謁見だって言うから来たのに、お城に入ったら自分で女王を探せって言うのよ。それで会えたの？それがさっぱり。昨日から徹夜で探したけど、結局誰も見つけられなかったみたい。はぁ、お嬢様、やっぱり帰りませんか？これ以上進むな。子供は立ち入り禁止だ。お嬢様、戻りましょう。やっぱりダメですよ。お許しもないのにお城に入るなんて。でも、子供はダメだって言われたじゃないですか。だから頼んでるんじゃない。お願い、だって呼んでるんだもん。ですが。お願い。それでは。でも空を飛ぶマジックアイテムお貸ししてませんでしたっけ？あ、ごめん、あれなくしちゃった。あ、高かったんですよ。しょうがないじゃない、勝手に飛んでっちゃったんだもん。本当ですか？もう、マダリアツァーダスペリファーリルカビサ。これでスワローテイルの靴を2足。そこをなんとか。今月苦しいんだよ。あれ？一足しかないよ。これしか出せないってことです。
何とかするしかありませんね。ちょっときつくない？ああ、乱暴にしないでくださいよ。こうかな。ああ、すごいすごい。お嬢様、もたもたしてないで早く行きましょう。初めてなんだからしょうがないでしょ。うわあ、さあ行きますよ。ちょっとせかさないでってば。どう、なんとかうまく飛んでるでしょう。これじゃやっぱり見つかりますね。もっと高く飛ばなきゃ。また？お嬢様、しっかり。誰だ、そこにいるぞ。何してる、降りてこい。まずい時に仕方ない。誰かどうにかして。お嬢様、はしたない。そんなこと言われても。ああ、大理石の廊下だ、すごい。そんなことより早くしましょう。捕まったりしたら旦那様に何て言い訳すればいいのか。待って、違う、こっち。でもお嬢様。少女は、ただいま追跡中であります。間違いない、もう少しだ。見つけたぞ。まったく、なんて子供たちだ。こんなことしていいと思ってるのか。おい、走ったないな、もう。こら、待って。お嬢様、早く。キューブ、ありがとう。おやめなさい。プラチナプリンセス以外の者がそのティアラに触れると命をなくしかねません。エルセル女王、ここまで来れたということはティアラの光に導かれてきたのですね。やはりそうですか。名前は？ユーシーです、丘の上のパパ。いえ、勇者ガンバードの娘です。ガンバード？あの、何か。いえ。これは、プラチナプリンセス候補の証です。プラチナ、私が？ええ。しかし、まだ候補にしか過ぎません。これから、プリンセスにふさわしい心の力を手に入れなくてはならないのです。目指すのは千年に一人しか誕生しないと言われるプラチナプリンセス。学ばなければならないことは多く、修行も決して楽ではありません。やり遂げる自信がないのならここで引き返した方が良いですよ。頭をお上げなさい。では勇士、あなたをプラチナプリンセス候補として認めます。頑張るのですよ。ああ、
た遭遇点、あなたに会うまで、あの日の気持ちはいつでも思い出せる、雨の夜も夢の中もどんな時も、でも伝えたい言葉素直に言えないから、胸にそっとしまったまま、もう少しいよう、今週から始まったパパと娘のハートフルストーリー、さて次回は。もうパパったら、私学校に行くからパパの出番はちょっぴりなの。え、パパしょんぼり。次回ライバル登場、ユーシー学校に行く。ライバル、ピンチの時はパパを呼ぶんだよ。不思議な力により何年経っても子供の姿のままの勇心お嬢様、大人になりたい一心でどんな願いも叶えるエターナルティアラを手に入れようとお城に向かわれました。そこで出会った女王様から伝説のプラチナプリンセス候補に指名されてしまったのです。お嬢様がプリンセス候補とはまた苦労が増えそうです。ライバル登場、勇心学校に行く。お弁当も用意したし、ペンダントもあるし、髪もちゃんとしたし、あと、あ、そうだ、ごめんね。お嬢様、そろそろ出ますよ。わかった。じゃあね。ユーシーも今日から学校か。ごめんね、あまり家にいられなくなるけど。そうだな、ちょっと寂しいな。けど同時に嬉しい気持ちもある。パパ、親ってのは不思議なもんだな。ユーシー、精一杯頑張るんだぞ。うん。そうだ、入学祝いがあるんだ。かわいいだろう。そんなの誰も着ないよ。あれでも旦那様は精一杯努力したんです。せっかくだから
今日着てったらいいんじゃないか。でもほら汚しちゃいけないから。じゃあでは。おい、行ってまいります。お嬢様、あの橋を渡ったらもう少しですね。この先なんて行ったことないよ。ああ、どうもどうも。ちょっとどうしたんですか、お嬢様。この先ですね。どうかしたんですか。どうもしないわよ。そんなに緊張なさらなくても大丈夫ですよ。何言ってんのよ。そんなことないわよ。これがプリンセスアカデミー。そうみたいですね。レイクスワのお嬢様ですね。スレクワ、本当に行くんですか。だって女王様がプリンセスアカデミー。そうです、各国のプリンセス候補たちが集まる学校です。まずはそこに行って学ぶと良いでしょう。って言うんだもん。でも皆さん、なんていうかものすごい方ばかりのようですが。どうせ私なんか大したことありませんよ。そんなの自分でも分かってるよ。けどここで引き返すわけにはいかないよ。では僕はここで待ってますので。同じだなんて思えないよ。制服ならそこにあります。ペンダントを両手で包み込むようにしてみてください。こう、そして強く念じてみてください。自分が着たい服装を。
強く念じるのも大切な心の力。やはりユージーさんにはプラチナプリンセスになる素質があるんですよ。そうかな。ユージーさん？でございます。まったく、こんな学校行かなくても私がプラチナプリンセスにふさわしいのに。エターナルティアラを手に入れるまでの辛抱でございます。わかってるわよ、そんなこと。お、あぁ、ガガさん？貴様、キューブ！やっぱりガガさんだ。ってことは、そちらはグレンダ姫？姫？あなたに姫なんて呼ばれる筋合いはないわ、この裏切り者。裏切り者だなんて、そんな。魔族のくせに人間の執事をしているものの、どこが裏切り者じゃないってのよ。なんですか？ガガ、あとお願い。そんな。あ、行ってらっしゃいませ。私もそう思う。とにかく私は正当なプラチナプリンセス候補。偽物は引っ込みなさい。偽物？当たり前じゃない。私を誰だと思ってるの？エレガントな美貌とファンタスティックな魔力を持った魔界の姫、グレンダ様よ。あんたみたいな子供が私と一緒に候補になるはずないわ。自分だって子供のくせに。うるさいわね。私は本当は大人なの。わけあって姿は子供のままだけど。え？とにかく私がいるからにはあんたには出てってもらうわ。そんな、私だってちゃんと認められたもん。嘘言うんじゃないわよ。嘘じゃないもん。なら校長のところに行って白黒はっきりさせようじゃないの。望むところよ。校長先生、ここに偽物がいます。二人揃ってどうしたのです？自分がプラチナプリンセス候補だって言い張るんです。違うのですか？だってプラチナプリンセス候補は私が。エルセル女王様。はい。どうしてここに？どうしてって、私がこの学校の校長だからですけど。言ってませんでしたっけ？言ってませんよ。ええ、二人とも私がプラチナプリンセス候補として認めましたよ。いけませんか？そんな、それじゃ。二人はライバル同士ということになりますね。ライバル？冗談じゃない。私はエレガントな美貌とファンタスティックな魔力を持つ魔界の姫よ。こんな人間界の子供、全然相手にならないわよ。自分だって子供のくせに。子供じゃないって言ってるでしょ、このガキ。ガキじゃないもん。
あなたたち二人のせいで、うん、授業が全く進まないと先生たちから苦情が出ていますよ。だって黙りなさい。仕方ありません。どちらか一人にアカデミーから去ってもらうしかないですね。え、望むところよ。あの山にあるエルフの花園に行き、クリスタルフラワーを先に手にした方をアカデミーに残すこととします。クリスタルフラワー？普通人には見えないと言われている幻の花。真の優しさを見せる者に花は身を委ねると言われています。真の優しさを見せるもの。そうはいかん。姫様の許しが出ていない。そんな、ガガさんも年なんですから、真面目に働きすぎると体に響きますよ。年のことを言うでない。このガガ、執事一筋1004年、グレンダ様がお休みになりたいと申されれば、たとえ山の中であってもベッドを運んで耳元で子守歌をささやき、マリンドラゴンを食したいと申されれば、捕らえるまでは屋敷に戻らぬ決意で大会に出向き、2時におやつが欲しいと寝るな。だって昔からガガ様話して長くてずーやかましい。だいたい貴様は執事の何たるかが全く分かっておらん。そもそも貴様が魔界を追われることになったのも、そのいい加減な態度が。だから寝るなと言ったんだろうが。今のはお嬢様？これはいかん。で、こうしちゃいられない。お嬢様、待ってください。そのようでございます。片っ端からむしり取って必ず探し出してやる。なんて言うから魔族はバカにされるのよね。私はそんな真似しないわ。花にとって雨は命の源。さあクリスタルフラワーよ、私のこの優しさに素直に身を委ねなさい。残念だったわね。もう手遅れよ。ケブ、風を起こすもの。はい。マダリアツァ・ダス・ペリファーリル・カミス。チルフの本を。私の負けでいい。
タルフラワー。よし、えい、な、何よこの、何よ生意気ね、この、あれあれあれ、お気を確かに。大丈夫？会ったのは私よ。絶対ティアラを手に入れて大人になるんだから。大人に。ではアカデミーには勇姿を残すこととします。違うわ、この子自分で負けたって認めたんだから。私はクリスタルフラワーを先に手にした方と言ったはずです。違いますか？グレンダ、ペンダントをここへ。エターナルティアラなんかなくったって世界征服くらいしてやるわよ。見てなさい、そうなったらこんな格好めちゃくちゃにしてやるんだから。校長先生、もう喧嘩しないって約束したら二人ともアカデミーに残してくれますか？そうですね、グレンダも約束するというのならいいでしょう。わかったわよ、約束すればいいんでしょう。それとここにいる間は魔法を使うことも禁止します。いいですね？わかったわよ。失礼します。一言言っておかなきゃね。俺なら別に。何が俺よ、私はエレガントな美貌とファンタスティックな魔力を持つ魔界の姫なのよ。見てなさい、そうやって恩を売ったことを必ず後悔させてやるわ。ふん、何よ、そんなこと言ってるから喧嘩になるんでしょ。ふん、説教するんじゃないわよガキのくせに。ガキじゃないもん。いい、
したことある？もちろん、若い頃は世界征服を企む悪者たちと戦ったものさ。それ絶対アルバイトと違う。お嬢様はお菓子屋でアルバイトなんですよね。うん、次回ドキドキ初めてのアルバイト。勇者の時給は金貨5倍。嘘ですからね。より何年経っても子供のままの優しいお嬢様、どうしても大人になりたいお嬢様はどんな願いも叶えると言われるエターナルティアラを手に入れるためプラチナプリンセスを目指すことになったのですが、また苦労が増えそうです。ドキドキ初めてのアルバイト。アテーマルクとベゲブラー、ベデドラー、ルオーラム、ヨットヘイアドナイ、エヒエアグラ。アテーマルクとベゲブラー、ベデドラー、ルオーラム、ヨットヘイアドナイ、エヒエアグラ。アルバイト？はい。でも、この学校の生徒って、みんなどこかの国のお姫様ばっかりなんでしょ？お金持ちなんじゃ。いえ。プリンセスアカデミーではアルバイトを通じて多くの人に接し、心の力を鍛えるという決まりがあるんです。心の力？はい、プリンセスに最も必要なものです。ですからアルバイトをしてもお金はもらえません。代わりにこのペンダントに持ち主の心の力が輝きとなって蓄えられていくんです。強き心の力を持つ者のペンダントはおのずと輝きも増していくと言います。そっか、よし、頑張ってアルバイトするぞ。すごい。では皆さんは机の上に鳥を出してみてください。鳥ですか？ええ、今この教室は魔力に満たされています。強く念じれば呼び寄せられるはずですよ。鳥よーてろー。本当だ。よーし、鳥を出ろ、鳥を出ろ、出ろ、出ろ。出た。出ろ、出ろ、鳥を出ろ。あれ、わあ、青い子。ココロ様。よし、えい、鳥よ。もうわざとじゃないのに先生お説教長いんだもん。急ぎましょう。希望するアルバイトがあるといいんですけど。あ、もうほとんど残ってない。あ、クレンダ勇士、これは私が取ったんだからね。子供がバイトなんてへそが支柱に煮込むわよ。待ってください、このアルバイト募集3人です。あ、よこしなさい。嫌だな、魔界の姫に逆らおうっての。魔界の姫だからってどこ
やっぱり私って存在感ないんですね。カシス街34番地だから大通り出て右ですね。で、どんなアルバイトだっけ？え？仕事の内容確かめなかったんですか？うん。お菓子作りのお手伝いみたいです。要するにパティシエね。魔界の姫にふさわしい響きだわ。子供には全然、全く無理そうだけど。ん？うるさいなぁ。プリンセスアカデミーの制服だ。さすがお姫様になる人たちね。可愛くて上品な人ばっかり。可愛くて上品。何カッコつけてんのよ、ガキのくせに。自分だって子供でしょ。私は本当は大人だって言ってるでしょ。私も本当は17歳でも。毎度どうも。私これ大好き、ね、食べたいね。あそこです。あったあった。こんにちは。ごめんください。なんだかちっぽけな店ね。あ、これがチョコチョコ。はい。一つ舐めれば舌がとろけ、二つ口に含めばほっぺが落ち、三つ食べれば天にも昇ると言われる魔法のお菓子です。一つで銀貨5枚はしますよ。そんなにするの？魔法のお菓子ですから。何キャンキャン話してんのよ。だからガキだって言うのよ。いらっしゃい。あのプリンセスアカデミーから来たんですけど。お願いします。ああ、アルバイトか。君たち3人だね。はい、ユーシーです。ココルーと申します。グレンだよ。私はダン、よろしく。じゃあ早速で悪いが、すぐ着替えてくれないか。あ、はい。さすがプチプリたちだ。ふっ、このくらい朝飯前よ。もうグレンダさん、失礼ですよ。じゃあ仕事に移ってもらうよ。まずユーシーは厨房で私の手伝いだ。いいね。はい。ココルはそこに立って店番を頼む。はい。私は何をすればいいのよ。そうだな。じゃあグレンダは。肉体労働なのよ。ガー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 。お呼びでしょうか。これを運んで。それではアルバイトの意味が。なんか言った。やってらんないわよ、まったく。これに魔法使いに作ってもらったマジックポーションを一滴垂らして。ユージ。はい。舐めてごらん。いいんですか？とろける。終わったわよ。じゃあ今度は水汲みを頼もうか。なんでそんな仕事ばっかなのよ。私はエレガントな美貌とファンタスティックな魔力を持つ魔界の姫よ。そのお菓子作りだってそんなガキより上手いわよ。それはどうかな。仕事を他人に押し付けてサボっているようなものにチョコチョコを作れるとは思えないがな。チョコチョコ作りに一番大切なのは手間を惜しまないことなんだ。嫌な仕事を誰かに押し付けるようならアルバイトを辞めてくれて結構だ。私に説教する気？人間界で魔法を使うのは禁止されていたはずですが。ふん、いいわよ、言われなく
くてもやめてやるわよ。見てなさい、私が世界征服した暁にはこんなお店魔界菓子屋にしてやるんだから。行くわよガガ。姫様、さあ仕上げてしまおう。はい。もう超ムカつくっていうのよ。ふん、何さ頑固やじ。今に見てなさい、魔界の姫の実力を。どうぞ。いらっしゃいませ。あ、いえ、私は。何の用だ。別に、ただちょっと言っときたいことあったから。どうしたの？やっぱり同じね。自分からは何にも。言っとくけど、余計なことは一切しないでね。あなたと私はもう親でも子でもないんだから。わかった。安心しろ、行ったりなどしない。そう、ならいいわ。今のおじさんの。ああ、娘だ。明日は結婚式らしいが、私にはもう関係のないことだ。でも。ココル、店の前の掃除が終わってないぞ。ユーシーは厨房へ行って道具を片付けてくれ。早く。言ってな、私の一人娘だ。しっかり者で、亡くなった妻の分も私を手伝ってくれた。まだまだ母親に甘えたい年頃だったのにな。そんな娘との約束を私はいつも仕事仕事と言って後回しにして破り続けてきた。それでも文句一つ言わなかったけなげな娘さ。お父さん、卒業式出席してくれるかな。いつも忙しいの分かってるけど、これが最後の卒業式だし、どうしてもお父さんに見守られて卒業したいの。分かった、行くよ。本当？ああ、今度こそ絶対に行く。約束だ。お父さん。頼む、この通り。いや、しかし今日は。あんたじゃなきゃダメなんだ。最高のウェディングケーキで娘を送り出してやりたいんだよ。娘を喜ばせたいんだ。頼む。わかりました。どうして、どうして来てくれなかったの。絶対行くって約束してくれたよね。仕方ないだろう。わがままを言わんでくれ。わがまま。私が今までどれだけ我慢してきたかお父さん知ってるの。今までどんな気持ちでいたかお父さんにわかる。その日ミミンは家を出て行ってしまった。甘えていたんだミミンに、ずっと。だから明日の結婚式にはせめてケーキだけでもと。自分勝手な話さ。許してくれるはずがない。そんな。私、ミミンさんに話してみる。ユーシーさん。ユーシーさん。どうぞ。いただきます。よくここがわかったわね。神父さんに聞いてきましたから。そう。え？おじさん、こんな大きなウェディングケーキを作ってるんです。だから、期待して待っててください。絶対届けますから。絶対か。
式に行ってやるぞ。絶対ハイキングに行こうな。絶対卒業式には。もうあの人の言う絶対は信じないの。あの人のこともごめんね。じゃあ信じなくていいです。その代わり、もしこんな大きな贈り物が届いたら受け取ってくださいね。そして今まで喜べなかった分もいっぱい喜んでください。あなた、約束ですよ。ごちそうさま。ホコル、お疲れ様。今日はもう店じまいだ。おじさん、ホコルちゃん、おじさん。おいおい、一体どうしたんだ。魔界の姫に舐めた真似をするからこうなるのよ。力作のケーキみたいだったけど。だからそのケーキを何だと思ってるのよ。これはおじさんがミミーさんに。何よその顔は。どうやらこちらのケーキは大事なものだったようですな。見なさい、私に逆らうとみんなこういう目に遭うのよ。わかった、覚えときなさい。だがサイクロプス、帰るわよ。かしこまりました。おじさん、今から作り直せばきっと間に合いますよ。だから無理だよ。罰が当たったんだな。ミミーとの約束を破り続けてきた。おじさん、二人とも遅くまでありがとう。アルバイトはこれでおしまいだ。嫌です。もう一度作るって言うまで私辞めません。私も辞められません。ユーシー、ココル、もう一度作ってください。ミミーさんが待っているんです。私精一杯手伝いますから。お願いします。まったく、プチプリには不思議な子が多いな。よし、やるか。頼むよ、二人とも。はい。そうか、それは大変だな。それで、今夜は泊まり込みになるそうなので、これから着替えと差し入れを届けに行ってきます。そうか。ちょっと。キューブ。あ。ちょっと、頼まれてくれないか。ホイップは終わったかい？ココルはどうだ。ダメです、間に合いません。全然人手が足りません。やはり無理か。はい、こんばんは。着替えと夜食の差し入れです。それとなるほどね、こういうことか。コイン？マダリアツアーダスペルファーリルカビス、スイートノームこれもお貸ししておきます。すごい、こんなにたくさん。ありがとう、キューブ。これでなんとかなるかも。いえいえ、実は旦那様に頼まれまして。え、パパに？それでは僕はこれで。ありがとう、パパ。みんな、朝までに完成させるわよ。のおかげでみんなハッピーになりましたって展開じゃない。ムカつくってのよ。ガガ、あれを。は、かしこまりました。見てなさい。
それでは指輪の交換を。はい。うん。指輪の交換を。あ、はい。うん。なんと言ったらよいか。私にはこんなことを言う資格はないのだが、見届けさせてくれないか、お前の結婚式を。これで全てめちゃくちゃいいよ。すごい仕掛けだね。さすがココルちゃん。え、ユーシーさんじゃなかったんですか。どういうこと。ご安心くださいませ。これで二人がハッピーになったのはユーシー殿のおかげではなく姫様のおかげでございます。さすが姫様でございます。何言ってんのよ。私は魔界の姫よ。私が人間ハッピーにしてどうすんのよ。悪事働くのが魔族の使命でしょ。しかし姫様はユーシー殿が困っておられた時後悔されていたように見受けられましたので、このような展開を望んでおられるのかと。誰が後悔したってのよ。ふざけたこと言うんじゃないわよ。失礼しました。もうほっぺたとろける。本当ですね。あ、光った。はい。なんでなんでこうなるのよ。グレータ様が予告を。あ、グレータ、時間ない。
短すぎよ。グレンダが長すぎなの。